はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチのビッグ卵新妖怪大集合編紹介します。これね、トムニャンとか KK ブラザーズロボニャン USA のパッケージになってます。すごいポップ。こちらプレート入りの入浴剤が1個入ってます。プレートは全部で6種類。裏面にプレートのラインナップ載ってますね。トムニャンにロボニャン USA、 KK ブラザーズ、 K ジードに K コマ、ブルックリン、ハングリー G です。よいしょ。開封してみると、はあ、なんかモンスターボールみたいな球体のビックラ卵ですね。入浴剤、コーラの香りってことで、すごいコーラの匂いする。すでに普通はですね、1個の浴槽に1個で十分なんですけど、これを洗面器に一気にぶち込んだらどうなるのかなと。いい子は真似しないでね。はい、準備整いました。洗面器にお湯入れてます。5個一気に投入。3、2、1、ドバーン。すっげえ、すごい泡が溢れる。やばい、ちょっと待って、ちょ、終わったー。マジか、マジか、ちょっと待って、マジか、やばすぎる。ちょっとやばすぎる。お風呂に移動するか、これ。プレートがこれ出てきてますね。浴槽に入れたら多分シュワーって上がってくるんやと思うんですけど、もう予想外すぎてめっちゃテンパるわ。はい、出てきました。これいろいろありましたけど、プレートの結果見ていきます。左から、これはハングリー G ですね。そして KK ブラザーズの K コマに K ジーロ、またまた K コマ、そしてブルックリンという結果に。プレートのデザインなんかすごいポップで可愛いね。通常は浴槽にビッグラ卵1個で十分です。みんな真似しないでね。はい、ということで今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。